こんばんは、ピコピコ OL です。今日は心斎橋に来ました。あいにくの雨ですが、まあ今日はパラパラって感じですね。はい、そして来ましたメキシコ料理エルパンチョさんです。ここですね、クリスタ長堀の地下から出たところすぐにあります。メキシコ料理ですね。このタコスが食べたくて来ました。はい、そしてエレベーターに乗って8階なので8階まで登りたいと思います。はい、そしてですね、8階着きました。こちらがお店ですね。で、中に入って一人だということを伝えて席に到着です。メニューはこんな感じです。メキシカンタコスを頼みたいと思います。店内はこんな感じです。ほんとメキシコに来たみたいですね。行ったことありませんが。はい、そして来ました、メキシカンタコス、税込みで745円です。今日はこれしか頼めませんでした。美味しそうです。タコスを食べるピコピコです。なんかタコスたまに食べたくなるんですよね。なんか、そんな皆さん多分親しみないと思うんですけども、ちょっとこの癖になる味というか、たまに食べたくなりますね。ここのお店はかなりから昔からあって、まあ、店内は暗いんですけども、多分40年以上されてるみたいで、かなり本格的な味が楽しめます。そして海外の外国人の方も結構お店に来てはりますね。はい、そして2枚目食べます。ちょっとピリッと辛いというかスパイシーな味ですね。はい、そして2軒目に行きます。ちょっとあれだけでは量が少なかったので、まあ、さっきのお店ランチセットもあるんですけども、実はケーキが食べたかったんです。デリス・デュッパレ心斎橋店です。はい、中に入ります。Thank you.
今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。桜綺麗ですね。